ツなしみたいな。こんなに玉ねぎ多かったかな。あ、チラ TV をご覧の皆さん、ハイタイ、大城ゆきです。今回は沖縄風ちゃんぽんを作ってみたいと思います。はい、皆さん、ちゃんぽんっていうと、まあ、沖縄の方はみんな知ってると思うんですが、県外の方だとちゃんぽんだと麺のイメージがあると思うんですけど、沖縄はご飯なんですね、下が。で、ご飯の上になんかこの、なんだろう、野菜とかを炒めて卵でとじて、なんて言えばいいのかな、カツ丼のカツなしみたいなイメージかな、ちゃんぽんっていうと。そういうな感じで、ちゃんぽんっていうと、いや、ご飯なんですよ。で、その食堂とかに行くと、いっぱいちゃんぽん、あのちゃんぽんメニューはあるんですが、このお店によって違うんですね。ちゃんぽんっていうのも野菜が入ってたり、なんか本当にシンプルに玉ねぎとひき肉だけだったりっていうのがあって、実は私のおばあちゃんがその沖縄の那覇市で、ま、食堂をしてまして、そこにもちゃんぽんがあるんですね。だから、このそこの食堂はミカサっていうあの食堂なんですけれども、そこのミカサ風ちゃんぽんを作ってみたいと思います。はい、なので今日はこういう風に材料を用意しました。で、そのおばあちゃんが作っているこのミカサ風ちゃんぽんなんですけど、めちゃめちゃ具材がシンプルで、使うのが玉ねぎとひき肉と卵とネギ。ネギは上から後でパラパラってかけるぐらいなんで、本当にシンプルで、だけどめっちゃ美味しいんですよ。で、作ってみたいと思います。で、作るの私初めてなんですよね。いつも食べる担当で、だから本当に味付けもわからなくって、でも味は知ってるので、なんとかそれに近づけたいと思って調味料もいろいろ用意しました。なので近づけられるか、私しかわからないと思うんですけど、ちょっとやってみたいと思います。それでは作っていく。結構玉ねぎも細かいんですよね。やっぱ仕込みで、あの食堂のおばあちゃんたちがめちゃめちゃ玉ねぎをいつもみじん切りの仕込みをしているのを思い出しました。あ、そう、私あんまり玉ねぎ切っても目が痛くならないんですよね。なんでだろう、これって人によって違うのかな。なんかあんまり玉ねぎに強い強いネギ、後でかけるように。じゃあ炒めていく。半分ぐらいでいいかな。玉ねぎ、多かったかな。ちょっと玉ねぎの量が多かったけど、味付けが結構甘いんですよね。あ、何なんだろう。なんかもうお店のはこういう風になんかチューブみたいのでもう作られていて、すでにだけど、こうそれには今日ここないので、なんかもうそれに近づけるためのものを、なんかもう感覚でやっていこうかなと思っていて、これ料理酒で、みりん、で醤油もあるけど、醤油よりなんかちょっとウスターソースっぽいかなと思ってて、味がちょっとウスターソースでやってみよう。卵を
今日一発で割りました。卵は2個だった2個だったかな、2個だったと、あ、3個だったかな、わかんない、今日2個にするか。で、水分が飛んで卵を入れます。卵で閉じるイメージ。いつのタイミングで入れてたかな。はい、動画の途中ですが、ここでお知らせです。今回はじゃーん、スルッと黒汁。はい、これね、炭と酵素の力でスルッとダイエットサポートって書いていまして、炭がすごいデトックス効果があってダイエットをサポートしてくれるものでございます。中身が、ね、スティックタイプになっていて、本当にこの粉の粉末で色が黒いんですよ。でも黒いとなんか味どんなものかなって思うかもしれないんですが、このね、本当にフルーティーでめちゃめちゃ飲みやすい。私も飲んだことあるんですが、フルーティーなのでお水でもいいですし、あとなんか牛乳とかヨーグルトとかにかけて食べるとまたまた美味しい、はい、でございます。でこれのいいところがね、合成甘味料、着色料、保存料一切不使用。これが本当に素晴らしいと思うので、ぜひぜひ気になる方は下に概要欄貼っておりますのでチェックしてみてください。できました。あ、もう見た目は似ているんですよ。似ている。あとはこのご飯にのせるだけです。あ、ちょっと崩れちゃったけど、あー、あー、おー、追加ちょっとこれはちょっと残しておこうね。あ、でもいいんじゃない？できましたー。みかさんちゃんぽんでーす。これが、はい、早速いただいてみたいと思います。見た目はね、ちょっと近くできたんですけど、味がね、ちょっとわかんないから。あ、でも近いかも。後味のウスターソースが来るまではめっちゃ近い。ちょっとウスターソースっぽいんですよ。この甘めの味なので、このミカサ風ちゃんぽんがウスターソース感がなければ完璧だと思う。これ私がね言っても、でも実際は本当に食べに行ってほしいです、ミカさんに。75点ぐらいかな。やっぱおばあが作るやつが一番美味しいよ。おばあのレベルがすごいので、でもちょっと近づけた、初めての試みでここまでは近づけられたっていう、ちょっと自分のことも褒めながら75点にしました。はい、ということで今回は沖縄のちゃんぽんの中で の食堂三笠風ちゃんぽんを作ってみました。でね、この本当に材料もシンプルで簡単で、多分こう一食分として本当にお腹も満足するぐらいなので、ぜひぜひちゃんぽんおすすめです。沖縄はこの麺じゃなくてこういうご飯のちゃんぽんもあるんですよ、ということのご紹介でした。ぜひ三笠も食べに行ってみてくださいね。それではまた、安心やー。